だから今もその安倍政権が 憲法9条をこう、うん、なんかこう解釈でどうたらこうたらってやってるのは、うん、なんか全然信用できないから、うん、この人がやるんだったらやだなみたいなのはありますよね。なるほど。なんかすごく政治の話に、福島の話っていう政治の話に、まあ、なりつつあるんです。まあでもそれも、ね、国家の、ね、根幹揺るがすような事故ですからね。ただ根幹だ、自分はもちろんそう思いましたし、これが起きて、まあ、自分自身がねすごく変わったっていうこともありつつ、うん、じゃあこれで国の在り方とかなんかこの社会の在り方とか変わるんじゃないかなっていうところで、なんかどうもあの元のままに戻りつつあるなと、なんかその力をすごい感じるような気がしていて、うん、で福島の中にいるとそうでもないんですよね。やっぱりそのすぐそこに放射性物質が落ちてると、うん、でうちで子供をあの育ててるし、小さな子供がいるし、あのおじいちゃん農家だし、その庭でできたものを持ってきて食べるか食べないかっていうのが、まあ、その家族の中で議論になるとか、まあ、そういうことがあると。だどうもその自分って多分珍しく東京とこっちをこうずっと行ったり来たり、毎週末東京戻ってきたので2年半の間、なんかその感覚がずっと外から見てる福島と中の福島っていうのを同時に見ることができたのかなっていうような気はしてるんですね。だから最初の頃にその今日最初の質問で、最初あの騒いでたのがだんだん収まってきたっていう、あのそういうふうにねおっしゃったのは、なんかその全体的な空気で、なんかそのこと、まあ、イシューが多すぎるってことはもちろんあるんですけれど、まあなんか直接的にその福島に親戚がいなかったりとか、すごい親しい人が いなかったりとかするのが、もしかしたらそのちょっとこう客観的に見ちゃってる原因かもしれないんですけどね。でね、そのやっぱり書いたモチベーションっていうのは、あのよく言うのは福島をどう自分ごととして捉えてもらえるか、あの僕みたいなのが書いてるんで、多分福島に関する本ではすごく読みやすい部類に入ってるはずなんですね。まあボリュームがちょっと結構なってしまったんで、そう見えないかもしれないですけれど、要は多分100名ぐらい あのインタビュー集っていうような作りになってますし、それがあらゆる学者の立場だったりとか、県内にいる学者、県外にいる学あの県外の学者で、あとは そこで暮らしてる方で、今度は外からボランティアで福島を見に来た方、なんかそういったで、あと実際にその復興に従事してた、まあその何でしょう、首長というか責任者の方々、なんかそういった話がこう時系列にこう並んでるので、うん、なんていうかな。ただまああの、はい、自分でも当事者って意識はあって、それこそその東京の人間が、はい、あの福島から電気引っ張ってきて使ってる、その東北の人はその発電所で作られた電気を使ってなかったでしょ。だから恩恵を受けたってね、恩恵をまあ受けて、まあ、それによって繁栄も して、まあ、知ってはいたし、その地域の人がギリギリなんとなく食べれてたとか、ちょっと税金免除されてたとか、うん、だからまあ沖縄のことにもつながるんですけど、すごくその差別というか、そういうものをすごくやっぱ、まあ、感じて、そこにやっぱり憤りは、あ、そうですよね、うん、人権、やっぱり人権に意識が高いってまあなんかそういうところにすごく関心があるからか、ああ、それあの だからあの広瀬隆さんでしたっけ、あの東京に現場作れるってところ、ね、まあ、なんかそこでそれなら別にいいんじゃないのっていうような、ちょっとよくはないですけど、それだったらまだ自分たちで自分たち のケツを拭くというか、そういうことになるんで、出てくるゴミを東京湾に捨てろと、まあだからそうすると、まあ、結局荒唐無稽な話になっていっちゃって、だからやんない方がいいっていうことになってはいくんだと思うんですけどね。